おはようございます。おはようございます。たかしさん、アリエルさん、ガッデムさん、おはようございます。今日はですね、雨が降ってますけど、まあ、その雨宿りをしながらですね、まあ、小降りなので、雨宿りをしながら放送してます。アリエルさん、悩み相談してごめんなさい。いやいや、いいんですよ。牧師の仕事はですね、悩み相談悩み相談が、牧師の仕事ですから、全然いいです。今日はですね、久しぶりのところに来ましたが、ちょっと雨でですね、雨でそのまああれですね、ちょっとまあこういうところの、こういう屋根のあるところ、まあ、屋根のあるところで放送しています。みーちゃん、おはようございます。まあ、雨といってもですね、まあ、若干小降りですから、まあ、これ大降りだとですね、ちょっと大変なんですけど、まあ、小降りだったら放送できるというところですね。はい、早速タイトルいきましょう。早速ですね、これくにさん、おはようございます。地獄警告放送、地獄警告放送というタイトルですが、今まではですね、この放送は天国放送、天国大学放送とかですね、天国放送みたいな感じで言ってきました。しかしですね、私たちは天国と地獄両方をですね、学ぶ必要があるんですね。天国と地獄と両方を学ぶ必要があります。そして、天国と地獄を学んでですね、初めてですね、いろんなことが見えてきます。天国ばっかり学ぶ、まあ、天国の方が学びたいし、天国の方が楽しいんですが、しかしそれだけだと、十分じゃないんですね。まあ、ちょっとあまり考えたくないし、学びたくないんですけど、まあ、地獄のことも少しは学ばなければなりません。聞こえない？聞こえないでしょうか？聞こえるでしょうか？聞こえない。おかしいな。ちょっと待ってくださいね。一応マイク入ってますね。はい、聞こえます。あ、そうですか。そして、地獄に関してはですね、警告放送ですね、警告放送というのは、例えばですね、まあ、地震が起きます。そうすると、地震が起きましたっていう、まあ、警報がですね、まあ、携帯電話にですね、いろんな形で地震の警報ですね、地震の警報が鳴りますよね。つまり地震が来ましたという警報が鳴ります。そして、まあ、それによっていろいろ準備ができるわけです。まあ、津波の場合はですね、地震起きてすぐの場合もありますけど、まあ、10分、20分、30分というそういう余裕がある時もありますから、その10分20分の間に行動を取れば、まあ、津波を回避できます。そういうわけで、私はですね、地震警報、まあ、地震警報放送と言いましょうか、地震警報放送という、それはとても、まあ、伝道の中にはですね、伝道の中にはそういう地震、まあ、地獄警報になりますが、地獄警報的な要素があるということですね。地獄警報っていうのは、つまりですね、まあ、地震があります。
と地震っていうのはですね、まあ、地面が揺れるわけですが、まあ、その地上のものが壊れてしまうわけですね、まあ、家が壊れたり橋が壊れたり道路が壊れたりします。日本の場合ですね、まあ、石造りの家ではないので木造建築が多いですから、まあ、その家が壊れたからといって、まあ、その死ぬ人は少ないんです。しかし世界にはですね、石造りの家の国があります。トルコとかですね、中東とか、ああいう石造りの家のある国はですね、地震が来るとその石がこう崩れます。石の家が崩れると死亡する人が増えます。そういう意味で日本はですね、地震が多い国ですけど、まあ、木造ということで火事が怖いんですが、まあ、火事が起きなければそんなに地震は、怖くないわけですね。ゾビコさん、おはようございます。牧師の放送が見たくて早起きしたら健康になり、どんどん気分が天国モードです。今日も学ばせていただきます。アメン。皆さん本当なんですよ。本当です。この放送を見てですね、早起きになったり、この放送を見て元気になる方が多いんです。それは単なるこのリズムだけの問題ではなくてですね、イエス様の話を聞く、イエス様の教えを聞くだけで元気になるんです。イエス様の言葉には力があるんです。イエス様の言葉は命であり、イエス様の言葉は真理であり、そのイエス様の言葉を聞くだけで元気になるんです。命の水を飲むんです。皆さんがイエス様の言葉をですね、イエス様の話を聞くだけで命の水を飲みます。ルルさん、おはようございます。その命の水を飲むと元気になるんです。人間にはその、霊的な命、霊的な命が必要なんですね。霊的な命、霊的な、元気が必要です。多くの人はその、霊的な元気がなくて、弱っています。弱っています。みーちゃん、おいらも元気になった。アメン、アメン。ゾビコさんもみーちゃんもイエス様の言葉を聞くだけで元気になった。まだ他にもたくさんの人がイエス様の言葉を聞いて元気になった人がいるんじゃないでしょうか。アリエルさん、キューちゃん牧師の放送を見るとイエス様が近くに感じます。いつも楽しみにしています。放送を見ると元気になります。アリエルさんも、アリエさんも元気になりました。素晴らしい。ですからたくさんの証人がいるんです。たくさんの証人、イエス様の言葉を聞いて元気になった方の証人、一人や二人ではありません。もっともっとたくさんの人がイエス様の言葉を聞いて元気になったのです。ですからこれは、偶然ではないし、一時的ではないし、これはですね、本当に世界的にそうなんですね。この放送だけではありません。世界中どこでもいつでもイエス様の言葉を聞くと元気になります。ですから皆さんが無意識的に放送を聞きたい、放送を聞きたい、イエス様の話を聞きたいということは、それはとても大事なポイントなんです。ですからぜひ皆さん、神から出たものは神の言葉を聞くとあります。この地に、この世に属するものは神の言葉を聞かない。この世に属するものは神の言葉を聞かない。しかし、イエス様に属するものは、イエス様を属するものは神の言葉を聞く。皆さんは、この世の言葉を聞いている。他の放送はこの世の言葉です。皆さんは神から出ているので、
皆さんは神から出ているので、神の言葉を聞きたいのです。神の言葉が霊的な糧。糧というのは食べ物のことですね。神の言葉は霊的な糧です。皆さんは今、朝食をとっている。夜の放送は夕食。朝の放送は朝食になるでしょう。皆さんはもう天の食事をしているんです。天国の食事です。神の言葉が、料理と言ったらいいでしょうか。食事です。世界には今70億以上の人口があります。すごい数ですよね。70億以上というね。それでですね、1日ですね、1日およそ20何万人の人が死ぬんだそうです。1日でですね。ですからだいたい1時間に1万人ぐらい、すごいですよね。1時間に1万人ぐらいの人が死ぬそうです。そしてある人の証によると、その、50人に1人、50人の1人が天国に行き、で、残りの49人は地獄に行くそうです。1日24万人ぐらいの人が、死ぬわけですけど、そのうちの何パーセント、50人に1人ってことは 2% ですね。 2% の人が天国に行って、たった 2% ですよ皆さん。たった 2% の人が、天国に行って、 48% の人は地獄に行くんです。で、彼らはこの世のことで面白おかしく生きて、この世のことで悩んで、この世のことしか考えてなくて、死んだ後のことも考えないし、天国も地獄も考えません。しかし彼らに突然死が訪れ、死が分かると、ものすごい、地獄に行くことを予想してですね、地獄に行くということを感じて、ものすごく恐怖に襲われるそうです。それは、例えばですね、地震の用意をしてないで突然地震が来て慌てるのとちょっと似てるかもしれません。春樹さん、おはようございます。地震も突然来ます。なかなか地震の予測って、いろいろ考えてます、研究してますが、実際問題、地震がいつ来るか、どう来るか、誰もよく分かりません、ね。地震は誰も予測がつかないわけです。でも突然来るわけです。その時ですね、地震の、いろいろ用意しても間に合いません。地震が来る前に、地震の、準備を、防災というか、地震が来てもいいようにいろいろ考えることが大事ですよね。でもそれと同じように、滅びと言ったらいいのかな。滅びは突然来ます。その滅びが来た時に慌てても、遅いわけですね。滅びが突然来ても遅いわけです。ですから皆さん、私たちは今まだ、その滅びが来る前に天国と地獄を学び、イエス様の教えを学び、その滅びのために私たちは、一種の防災訓練してるようなもんですね。霊的な防災訓練。私たちはいつ滅びが来てもいいように、いつ死んでもいいように、
霊的な防災訓練、霊的な防災訓練をしてるわけです。ゾビコさん、天国へ行けるのはたった 2% ですか。神様を愛しイエス様を信じることでその 2% に入れるということですね。その通りです。私たちは今生きている時に悔い改め、生きている時に、イエス様と、イエス様と、信頼関係を持ち、生きている時に、天国と地獄の準備をし、地獄の準備はしなくてもいいんですが、地獄に行かない準備ですね。天国に行く準備というのは地獄に行かない準備ですね。地獄に行く準備はしちゃいけませんね。地獄に行く準備はしてはいけませんが、私たちは天国に行く準備をしなければなりません。そしてですね、多くの人は、全く、天国地獄のことを考えないで、この世のことだけ考えて、飲み食いのことばっかり考えて、欲望的なことだけ考えて、神様のことを考えません。皆さん、ぜひですね、私たちは、その私たちを地獄に、送るか、天国に送るかを決める方がいます。イエス様が裁き主。イエス様が裁き主です。最後の審判があります。その最後の審判の時に私たちが、天国に行けるようにするためにその準備をします。どうすれば天国に行くか、どうすれば地獄に行くか、私たちはその基準を学んでいるのです。その基準、天国に行く基準、地獄に行く基準、どうすると天国に行くか、どうすれば地獄に行くか、私たちは、明確にはっきりと理解する必要があります。太郎さん、イエス様を信じた人たちが集まる天国がたくさんの人があふれかえることはないですか。大丈夫ですよ。天国はすごく広いのであふれかえることはありません。あふれかえることはありません。地獄も広いですね。地獄も広いです。ですから皆さん、私たちは、天国がいっぱいで張れないということはありませんが、天国に行く基準を満たさないで、天国に行く基準を満たせないで天国に行けないということは大いにあり得ます。 2% の人しか天国に行けないというのは、その何でしょうかね、天国に行くことが、天国に行くのは狭い門、狭い道というふうに書かれています。それは天国に行くことが難しいのではなくて、天国に行く、その何て言うんですかね、難しいのではありません。誰でも天国に行けるんです。誰でも天国に行くんですが、ただ、真面目に、その天国に行く基準を、侮るというか、結局神様を侮るということでしょうかね。神様を侮ったら、天国に行けないということですね。多くの人は知らず知らずに、神様を侮り、自分中心に生きています。自分中心に生きてイエス様の言うことを聞こうとしません。そこにですね、天国に行く基準を失ってしまうわけですね。受験勉強しなかったら、私は実は受験勉強しないで大学落ちたんですが、受験勉強しなかったら大学受かりません。普通はね、天才は受かるかもしれませんが、普通は受験勉強しなければ、大学受かりません。ですから私たちは今天国の、受験勉強をしているようなものかもしれません。イエス様を信じれば救われるわけですね。イエス様を信じれば天国行って救われますが、ただイエス様を信じるということの中にはですね、イエス様の教えに従うということも含まれています。太郎さん、誰でも行けるのは 2% なんですか。
誰でも行けます。誰でもイエス様を信じれば天国行けるんです。しかし信じないんです、ね、タロさん、信じれば誰でも天国行けるんです。でも信じないんです。不思議ですよね。信じれば天国行けるにもかかわらず、天国行けるのに信じない。そこにですね、救いの不思議さがあります。ただ信じればいいのです。ただイエス様を受け入れて、イエス様が、救い主であり、天国に連れてってくれる方、イエス様がイエス様と契約をするわけですね。イエス様を信じるという契約、そして、天国に行けるという契約を すればいいんですが、多くの人は、契約をしません。どうしてしないか、それはいろんな理由があります。いろんなサタンの嘘が入ってですね、神なんかいない、今宗教なんてもう時代遅れだよ、もう自分勝手に生きる方が楽しいじゃないか、天国と地獄なんかないよ、死んだら無だよ、死んだら無だよ、ね、そういうサタンの嘘に騙されて、サタンの嘘に騙されて、信じないわけですね。春樹さん、イエス様との契約書は口約束で大丈夫ですか？告白で大丈夫ですよ。イエス様を信じますという、口約束で大丈夫です。まあ、その書類はないですね。書類はないです。しかし、その契約の、契約の証印があるんです。その契約の証印は聖霊様です。イエス様を信じて聖霊を受ける必要があります。聖霊を持っていることが、契約書のサインですね。契約書のサイン、イエス様を信じて聖霊を受けるという、聖霊様を持っていないと天国に行けないんです。聖霊様を受けてなければ、聖霊を受ける必要があります。高橋さん、地獄のことを考えない人が多い。もうなかなかね、聞くチャンスがないし、まあ、関心もないし聞くチャンスもありません。で、信仰というのはですね、聞けば聞くほど関心を持ちますし、聞かなければ全然関心を持ちません。多くの人が関心ないのはあまり聞いてないからですね。皆さんが、天国と地獄に関心があるのはやっぱり聞いてるからです。聞けば聞くほど関心が出ますよね。なおさん、おはようございます。ゆうたんさん、おはようございます。アリエルさん、キューちゃん牧師は天国行きが決まってますか？今私はイエス様を信じています。そして聖霊様を持っていると信じます。ですから今私が死んだら天国に行けると思います。でも、5年後、10年後、どうなってるか分かりません。ですから私は信仰を失わないように、いつでも天国に行けるように、準備をします。太郎さん、契約違反したら天国から追い出されますか？追い出されます。契約違反したら天国から追い出されます。サタンは何のために嘘をつくのですか？そうですね、いい質問ですね。サタンはですね、嘘の父と言われてます。嘘の父だから、サタンは本当のことが言えないんです。本当のことが言えない、そういう、まあ何でしょうかね、サタンの本質なんですね。ですから嘘をつくことがサタンと言ってもいいでしょう。そしてイエス様は逆です。イエス様は逆に真理の方です。嘘をつけない方ですね。イエス様は真理だけを語ります。しかしサタンは全部嘘、 100% 嘘です。そして人間はその嘘に騙されています。牧師は何の父ですか？何の父？子供たちの父、子供たちの父ですね。
はい、それでは証タイム行きましょう、イエス様を信じて、イエス様を信じて、本当に、地獄に行く行かないようにしなければいけない、とんでもないところでもう本当に、永遠の苦しみ、永遠の孤独、永遠の、痛み、とんでもない、とんでもない永遠の悪夢。皆さん悪夢見たことありますか？あの悪夢見たときはものすごく嫌ですよね。地獄は永遠の悪夢なんですね。永遠の悪夢ですから、ぜひ皆さん、イエス様を信じて永遠の悪夢を回避したい、永遠の刑罰を回避したいと思うようになった証、スタートスタート、永遠の悪夢、永遠の拷問、永遠の苦しみから逃れるべきだということが分かった証、スタート。春樹さん、なぜ雨なのに外にいるんですか？やっぱりね、外の方が気持ちいいですよね。家の中はですね、夜いつも家の中で放送しますから、朝はできるだけ外で放送したいんですね。みーちゃん、今日の夢は真っ暗になる夢でした。辺り一面地獄の知らせなのか。そうかもしれませんね。アリエルさん、毎日イエス様のことを考えてます。お祈りも毎日しています。イエス様愛していますというようにしてます。素晴らしい、アリエルさんは救われてます、ね、アリエルさんはイエス様を愛してます。ですから天国に行きます。天国に行きます。トビコさん、イエス様がサタンに負けてしまう悪夢を見たことがあります。その時、サタンよ退けとお祈りしたら、それ以降悪夢を見なくなることがなくなりました。素晴らしい、素晴らしいですね。イエス様はもうサタンに勝利しました、イエス様はもう、サタンに勝利しました。凡人さん、イエス様に祈ると願いが叶いますってことは、聖書に書かれていることは本当のこと。アメン、アメン。イエス様に祈ると願いが叶えられる、イエス様に祈ると願いが叶えられる。勝谷さん、イエス様を信じたら虫歯が治りました。わお、虫歯が治った、素晴らしい。メロンサワーさん、イエス様は日本語でも分かりますか？分かりますよ。イエス様は日本語もわかります。太郎さん、天国はとりあえずイエス様を信じると言えば大丈夫ですか？イエス様を信じると言ってですね、聖霊を受けてください、ね、聖霊を受けないと天国行けません、聖霊を受ける、受けてないなら聖霊くださいと祈ってください、ね、イエス様に聖霊を与えてくださいと祈ってください。ジョイアさん、イエス様を信じていても自己中、不親切な人たちはたくさんいます。御言葉を守れないクリスチャンはどうなりますか？やはりですね、聖霊を受けないと、聖霊を受けないと自己中から、自己中がなくなりません。
洗礼を受けないと親切になれませんね。その自分の力で御言葉を守るということではありません。聖霊によって、その生まれ変わる必要があるんですね。アリエルさん、聖霊をもらうのは教会に一回行けばいいのですか。聖霊を受けるようにお祈りしますよ。でも、まあ、その一回で受けるかどうか、ちょっとそれは分かりませんが、アリエルさん、祈ってみてください。まず自分でイエス様にですね、聖霊をください、聖霊をくださいって、祈ってください。太郎さん、キューちゃんのご家族にもノンクリスチャンいらっしゃいますか。私の家族は一応全員、イエス様を信じていますね。全員イエス様を信じています。ただですね、ちょっとこの信仰はですね、まあ、燃えてない人もいます。信仰は燃えないとダメなんですね。もし聖霊を受けると信仰は燃えます。聖霊を受けてないクリスチャンは燃えません。燃えた信仰でないと本当の信仰ではないと思います。みーちゃん、ああ行動も聖霊様、イエス様に委ねたらいいんだ。自分でするのも難しいから。その通りですよ、その通り。アリエルさん、イエス様に聖霊をくださいと祈ってみます。祈ってみてください。地震は突然来ます、ね、地震は突然来ます、滅びも突然来ます。私たちは、地獄に行かない準備、地獄に行かないように準備しなければいけません。それが信仰です。私たちが信仰を学んでいるのは地獄に行かない、まあ、防災訓練ですね。防災訓練です。防災訓練をしないと突然地震が来たらば、大変なことになってしまいます。皆さん、地獄の防災訓練をしましょう。地獄の防災訓練をしましょう。それではですね、招きをしましょう。ちょっと早いですがね、今日の放送を聞いて、ああ、突然滅びが来るんだ。油断してると突然地獄に行ってしまうかもしれない。地獄行ったら永遠の苦しみ、永遠の絶望、永遠の、拷問、永遠の悪夢だということが分かった。何が何でも地獄に行きたくない。何が何でも天国に行きたい。はっきりそれが分かった。今日の放送を聞いて、絶対に 2% の中に入って、2% の中に入って、決して、大勢の滅びの道から、狭い道に変わりたい。天国に行く狭い道を歩きたい。イエス様を信じて、罪を悔い改めて、イエス様を信じて、清く正しく天国に行く、道を歩みたいという人、アメンと言ってください。アメン。アメン。ゾビコさん、大昔は特に良いとは思わなかった賛美歌も、信仰を持つことによって大好きなロックやヘビーメタルのような感じで聴くことができるようになりました。アメン。素晴らしい。そしてヘビーメタやデスメタは聴くのやめましょうね。高橋さん、地獄が実在するのは明白です。先日牧師と対談した息子さんもチャイスクールで学んだんですが、まあ、彼はですね、まあ、チャイスクールというよりもクリスチャンスクールですね。クリスチャンスクールで学びましたね。
ダンディさん、コメントを読んでくれないからイエスさんを信じられません。部長なんはヘビーメタやってませんでしたが、やってないですよ、ヘビーメタやってません。アリエルさん、賛美歌が頭の中でも歌うようになりました、素晴らしい。アリエルさん、それは素晴らしいことです。それはアリエルさんが救われた証拠ですね。救われた証拠です。聖霊様に満ちています、ね、聖霊に満ちています。賛美歌聞いてみよう、アメン。皆さん、この世の音楽を聴かないでください。この世の音楽は、まあアンチキリストと言いましょうかね、恋愛を歌ってる歌が多いんですね。恋愛、恋愛を歌うということは偶像崇拝になってしまうんですね。ですから皆さん、賛美歌を聴きましょう。賛美歌を聴きましょう。天のお父様、多くの人は天国と地獄を知らないで、この世のことで生きてて、この世の生活をして、突然滅びが来、突然地獄に落ちてしまいます。地獄の絶壁に向かって歩いてます。地獄の絶壁に向かって歩いてます。地獄が近づくともう間に合わなくなります、間に合わなくなります。どうぞイエス様、アーメンと言った方々が、地獄に行きたくないと思いました。彼らを救ってください。天国に行く条件、天国に行く条件をはっきりと理解し、地獄を免れますように、地獄行きを免れて天国に行けるように、どうぞこれからは、地獄防災訓練、地獄防災訓練をして天国に行くことができますように助けてください。イエス様、どうぞ、一人でも多くの人が地獄に行かないで天国に行けますよ、これは事実であり深刻です。事実であり深刻です。どうぞこの世の楽しみではなく、この世の楽しみではなく、永遠の楽しみ、永遠の喜びを選ぶことができますように、どうぞイエス様、真理を理解することができますように、真理を理解することができますように、彼らを救ってください。彼らを救ってください。地獄から救ってください。永遠の悪夢から救ってください。永遠の拷問から救ってください。イエス様を救ってください。リスナーを救ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、ありがとうございました。今日は、ちょっと雨で、大変でしたけど、でも一応放送することができました。今晩の放送はありませんが、明日の朝10時半から礼拝があります。一緒に礼拝しましょう。みーちゃん、彼女作ったらいけないの？どうしたらいいの？信仰結婚なら OK です。信仰結婚っていうのは、信仰的な人同士が結婚することですね。婚前交渉はダメですね。恋人を作んないでください、ね、清く正しく生きる、結婚までは清く正しく生きる、それは神様の御心です。神様の教えですね。それでは皆さん、明日の10時半にお会いしましょう。シャローン、シャローン、ありがとうございました。シャローン、シャローン。